闇をただ一人、目的はなく、ただそこにあるものに憎しみをぶつける。味方などいない、あるのは孤独だけ。それが俺だった。過去、木の葉で行われた中忍試験の時も同じだ。俺の前に立つ者は全てを敵として捉えていた。だが、かつての内葉佐助にだけは俺と同じ何かを感じた。奴からは俺と同じ匂いがした。試験の本戦、俺は佐助とぶつかることになった。自身に近しい存在との戦い。俺の心は喜びに震え、興奮にうずく体を抑えられずにいた。来い。さあ、俺に生を感じさせろ。戦闘開始。俺のうずきはまだ収まっていないぞ。サスケとの攻防が進むにつれ、心は限りなく高揚した。高揚とともに精神は高鳴り、内に秘める主覚の存在が大きくなっていった。破壊の衝動に駆られ、自分が自分でなくなってきていた。そんな俺の前に現れたのが、あの男だった。渦巻きナルト。俺と同じものを持ちながら、俺と異なる道を歩み、憎しみに囚われていた俺と正反対に立つ男だった。お前には絶対負けねえ。面白い。
面白いぞ、渦巻きナルト。戦闘開始。俺は何者にも負けるはずがない。強大な力を前に何者も恐怖を抱き、だが渦巻きナルトは何度も立ち上がり挑んできた。奴は仲間のために、つながりのために戦っていた。何かを守るための強さ、その時の俺には分からなかったが、かすかに光を感じた。この一線を境に、俺は渦巻きナルトのようになりたいと思った。ナルトのようにつながりをつかむために、ナルトのように夢をつかむために、そしていつしか俺の夢はナルトと同じものになった。誰かに必要とされる存在を目指して、風影への道を歩み始めた。風影への道は遥かに険しいものだった。だがあいつのように前だけを見て、抽象や剣を、様々な視線と思惑が俺に向けられているのは分かっていた。それでも俺は前に。時が経ち成長しても、俺はただ必死に努め、俺は風影と呼ばれるようになった。砂隠れの風影となった俺は、ついに守るべきものを手に入れた。里を守るためならば、もはや何も恐れることはない。あの時も、暁という闇が砂隠れを襲撃した時も、俺の中に恐れなどなかった。お前が風影、一尾のガーラか。守るべきもの、砂隠れにあだなす者はこの俺が潰す。
戦闘開始。暁がいかに強い相手だろうが、砂隠れは守りきってみせる。機械な術を使う相手だったが、俺は負けるわけにはいかなかった。砂隠れを崩壊させようと大掛かりな術を使ってもきたが、だが暁の目的はこの俺の中の死角、里の防衛と引き換えに俺は奴の策にはまってしまった。その後のことはよくは覚えていない。ただ白い世界を漂い、そして次に目を覚ますと、渦巻きナルト、かつては敵だった俺、奴は俺にとって光そのものだと分かった。かけがえのない友だと分かった。だからこそ、なぜ渦巻きナルトのそばにいながら、ウチハサスケ、お前はなぜそちら側にいる。この俺の憎しみをガーラ、お前にも教えてやる。なぜだサスケ、なぜお前は。戦闘開始。
サスケはあの頃よりもさらに闇に囚われている。いかに痛みを与えようと憎しみは肉体を凌駕し、復讐をなすためだけに奴は立ち上がる。もはや俺の声はサスケには届かない。